ライス寄って行き過ぎてんなぁ。ライスフロントエリアいてくれりゃいいのになぁ。22の背中。そう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 そこだ。そこいてくれりゃいいんだよ。そうそうそう。ほらそうすると回るから。いや、ライス、マジ余計なことするな。これライスが間いて、冨安そこでいいからな。ライスがそのプレシーズンとか開幕戦とかいろいろ見てるから、もうそろそろ覚えてくれって思って、ちょっと語気がきつくなっちゃう。 ライス、周りを信じてないってより、自分がいろいろできるとこ見せたいんだと思いますね。縦パスの選択肢とかも結構厳しめのやつ出したりするから。なんで <laughs> ライスな、もう全員無視してんじゃん、もうライス。なんか言ってんな、こいつ、みたいな。<laughs> ライス、もう安い接近で入ってきてたら痛い子だな。めちゃくちゃ信じてもうサばなんか言ってるよ、またこいつ、みたいなさ。 ライスが降りてこいって言ってるうち、ライスがいりゃいい位置だもんな。そのせいで前の選手低くなってるからさ。ちょロコンガとは全然違う。ロコンガはね、あの、守備も、まあ、全部良くなかったから、プレッシャー薄い時のサイドチェンジしか良くなかったからさ。ライスはなんかこう頑張りすぎてるっていうかね、100億以上かかってるのを俺のプレイで見せたいみたいなすごいんだよねもう。ウエストハム仕込みの感じも。 ポジショニングとかよりも,もうオンザボールで何するかみたいなあんまりこのパターンって今まで「レオ d フト t ティ o ビでなかったよねこの頑張りすぎててきついっていう,そう,もう今ライス動こうとしたらもうトーマス入ってくるから開けとけないんだよなもう22と10の間にずっといてほしいいいいいほらもうまた腕ゴールとかぶってライスが動くから <laughs> 頑張ってるからひどいこと言えないけど全部ライスのせい ライス頑張りすぎて邪魔してるからさフィジカルもあるし自分でも運べるしミドルもあるしさボールも奪えるしそうそう頑張らない選手はいいからもう今何で良くないかっていうとライスが動きすぎる。